送金期は、台湾カレン県出身の元プロ野球選手、宇藤右内。1999年高三の時に、台湾高校野球史上最速の時速 155km を記録した。同年は、高校生ながら、チャイニーズ台北代表に選抜され、第20回アジア野球選手権大会に出場するが、決勝リーグの対日本戦でリリーフしさよなら負け、敗戦投手になる。 高校卒業後の1999年、一時的に台湾職業ボーダーマダイ連盟の公平来校に入団。先発で3試合登板。1999年10月に契約金220万ドルでコロラドロッキーズと契約。2001年5月に右肘の剣移植手術を受け、シーズンを終了した。2003年7月25日、先発投手として、 メジャーリーグデビュー。チンキンキス先に続いて台湾で二人目のメジャーリーガーとなる。この年は9試合に登板し3勝3敗。2004年はアテネオリンピックにチャイニーズ台北代表として出場するためにマイナー契約。A 級、A 級、ル a 級、メジャーすべてに所属した。アテネオリンピックでは対オーストラリア戦に救援し、セーブを挙げる。 対日本戦では救援失敗した。メジャーリーグでは1セーブのみを挙げる。2005年は救援投手として1勝3セーブを挙げるが、5月に右肩関節唇損傷のために手術を受け、シーズンを終了した。この年、球速は自己最高の100マイルパーアワーに達していた。2006年は手術のリハビリのためにマイナーリーグでも登板できず、12月13日に、 ロッキーズを解雇される。2007年1月にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び、再びメジャー昇格を果たした。同年は21試合に登板して0勝1敗。カンザスシティロイヤルズ時代2008年は、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、春季キャンプに招待選手として参加。トリプル A 級オマハロイヤルズに所属し、メジャー昇格ならず、 北京オリンピックのチャイニーズ台北代表に選ばれた。2009年4月25日2009年は第2回 WBC チャイニーズ台北代表から外された。3月22日、中華職業棒玉大連盟の兄弟、エレファンツに入団が決定し、4月25日に初登板。このシーズンは8勝8敗の成績を残した。ところがシーズンオフに、 中華職業棒玉大連盟の大規模な八百町問題が発覚した。関与の疑いのある選手として、兄弟エレファンツの6人の選手の中に、総の名が上がった。総本人は、関与を否定したが12月23日に、兄弟エレファンツは総を除名処分とし、永久に契約しないことを決定した。2010年2月10日、最終的に総の件は、不起訴処分となった。 永久追放後は、同じくヤオ町疑惑で、兄弟、エレファンツに解雇された、チンチエンとカレン氏で料理店を共同経営していた。2015年に1月3日に、ドジャースとマイナー契約を結んで、現役復帰。7月8日に、メジャー契約となり25人枠入り。10日に8年ぶりの MLB 登板を果たし、10年ぶりに勝利投手となった。 10月5日に自由契約となり、オフはドミニカ共和国のウィンターリーグに出場した。2016年2月3日にマイナー契約でドジャースと再契約した。5月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、2試合投げた後に故障者リスト入りした。オフの11月9日に40人枠外になった後、15日に FA となった。 2017年2月8日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。6月19日に引退を表明。スリークォーターから最速100マイルパーアワーの速球とスライダーを中心に投球を組み立て、チェンジアップも投げ分ける、主にリリーフとして活躍する。ありがとうございます。